はい、お天気最高です。無事に洗濯物を干し終わったところで今日のコーディネート、はい、これね、確か10年ぐらい前にユニクロでゲットしたと思うんですけれども、カーゴパンツ、最近押し入れから次男坊が発掘してまいりましたっていうところで、今日はこちらでね、はい、拝借します。あと上がこれザラのセールで買った普通のスウェットです。あったかいんですよ、中身がこんな感じでモコモコで毛羽立ってて、はい。あとね、これは寒い寒いと連発の私にですね、次男坊が買ってくれたヒートテックナチュラルワーム、はい、こちらを忍ばせてスタートしていきたいと思います。はい、今日のチェックポイント、まず最初はこちらですね。はい、自宅から歩いて2分ホームセンターに来ております。カー用品売り場ですね。何を探しているかというと、どこかな、あ、これだ、ここですね。はい、これ iPhone をダッシュボードに取り付けるキーパーというか、なんだ、なんていうんだ、スマホホルダー、スマホホルダー、ちょっとチェックしてみます。はい、というわけでですね、早速買ってまいりました。スマートフォンホルダーでございます。はい、前後スライド可能なアーム、約 45mm、 うん、はい、ボールジョイントで、ここポイント高いよね、360度見やすい位置に角度調整です。早速取り付けてみたいと思います。どのあたりかな。はい、こんな感じで取り付け完了しております。かっこいいっちゃかっこいいんだけど、チャチっちゃチャチいよね。はい、これをここに挟み込んでですね、いいかな、どうかな、見ましょう。取れてるかな、ちょっと画角の調整も必要だろうけど、ちょっとでも微妙に合わせづらいなこれ、ね、あとマイクのポジション的な問題でちょっと取り付けがどこにつけようかなっていう感じでちょっとしてますけど、はい、こんな感じかな。およそ 300m 先、左折専用レーンがあります、ご注意ください。はい、ありがとうございます。もうちょい右手に振った方がいい感じですかね。これね、こっち側、あの自分側がモニターになってるわけだけど、こう見えないんだよね、こう、そこ問題かな。クランプとかちゃんとした機材が欲しくなっちゃいますよね、どうしても。まあ、とりあえず今日のところはこれでお付き合いください。はい、まもなくガソリンスタンド到着します。洗車機に入れて洗っちゃいますからね、今日ね、どんな風に取れるか、その辺もちょっと楽しみたいと思います。あ、これでトラック
ックがちょっと左側に映ってるっていうことはちょっと右過ぎてるわけかな。どうだろうね。進行方向こう道がこうまっすぐ正面にど真ん中にあってほしい感じなので、多分こんな感じでいけてんじゃないかなと思うんだけど、あ、到着しました。こちらです。あ、待たずに渡れそう。じゃあお支払いを済ませてきます。それじゃあね、ちょっとだけコンビニに寄ってコーヒーゲットで行きます。はい、それじゃあね、ドライブ出かける前に燃料補給、ガソリン入れていこうかな。ここは地域でも最安ガソリンスタンドなのかな、穴場中の穴場ということで、ちょっと小さいガソリンスタンドなんですが、良心的なお値段ということで、こちらでね、はい、燃料入れてみたいと思います。満タンで早く。で、元気でよろしく。はい。はい。ちょっとお財布がない。あれ、ちょっと待ってね。コンビニで財布忘れてきた。どうしようか。うわ、大変だ。はい。どうしよう。コンビニで財布を忘れちゃった。はい、無事に財布戻ってまいりました。それでは改めまして、これからねドライブにスタートしてみたいと思います。天気も最高で、はい、楽しんでいきます。この辺は綺麗ですね。右手が三池小学校です。
でもカバーできないぐらいのひどい揺れになってきてますけれども、ゆっくり走ったらどうだろう。ああ、これはまた改めて攻めてみようかなと思いますね。一息入れてます、ここまで走ってちょっと今まで取りだめたこうね、確認してみたんですけれども、やっぱりこのスマホホルダーがダメかな。こう縦置きを前提とした作りで、しかもこうなんだろうな、ナビとかそういう目的でスマホをこうこちら側に向けときたいっていうね、そういう用途が主だと思うんだよね。ここが伸びたりとか、あとここの部分がちょっと雲台っぽくなってて、こうボールジョイントで角度は自由につけられるっていう部分で、こう横にね、こう横に、そうこんな感じで使えるかなと思ったんですけれども、ダメだ、はっきり言って厳しい。ここはちょっと、近々またね改善して、しっかりといい映像でお届けしていきたいなと思っています。